グネツム族は、グネツム科の唯一の族。皮脂植物がひしめく熱帯で、まるで皮脂植物のような姿で、ひっそりと生育しており、西アフリカに2種、中央、南アメリカ大陸に7種、東南アジアに28種の合計37種ほどが分布する。常緑低木、または高木になる2種を除き、 すべて気元性のツル植物で、全縁、無毛の葉が耐性している様子は一見すると、皮脂植物であるアカネ科のツル植物を思わせる。グネ熱無属は、通常、死有異種で、尾花が、水上に集まって環状に配列し、さらに幾段にも積み上がる。雌花では、廃種は、内外二体の昇法に包まれる。思考からは、受粉しずくが分泌され、花粉を受け取る。 外側の小胞は肉質に、内側の小胞は硬くなり、種子は角化状になる。グネモンをはじめとして、多くの種で、種子や葉を食用とすることができる。2000年代に入り、グネモンから、レスベラトロールが発見され、グネチンと名付けられた。グネチンの薬学的な効能についても研究が進んでいる。ニータムアセツサブセクト、ニータム東南アジアに分布する。 木本二種である。マイクログネモニーズアセツサブセクト。マイクログネモニーズ二種が、熱帯アフリカに分布する。レオグネモニーズアセツサブセクト。レオグネモニーズ中南米に分布する九種が含まれる。いずれも釣る植物である。二十種程度を含む。いずれもアジア地域に産し、釣る植物である。 スティポテトアセツサブセクト、スティピタティセサルズアセツサブセクト、セサルズシリンドロステアシーズアセツゼクテ、シリンドロステアシーズ。ありがとうございます。